ワンナップの動画で、うん、右手左手どっち打ってますかみたいな動画があるんだけど、うん、それがすごい根強い人気で、うん、ずっと再生されてるわけ、うんうんうん、だからちょっとそれをもう一回おさらいしたいなと思ってるんだけど、うん、やっぱり左手なんでしょ、平井弘明のワンナップゴルフ、いやいや右、あ、右右。あれ、右って動画だったっけ？じゃ、9対1で丸々、あれ、丸々って左じゃなくて、右。右、うん、左だと思ってた。うん、ちょっとね、最近、トール君がね、もうちょっとおかしくさせられちゃってるんですよ。そう。右です。ちょっと昔すぎて編集したの、忘れちゃったから。確かに。最初の頃だよね。もうすげえ最初、うん。うん、右だね。右なんだ。うん、でもさ、あれが再生回数多いっていうのは、うん、右なの、左なのって、疑問に思ってる人が多いのかな。いや、そっちの再生回数の方が多いかもしれない。あとは右だと思ってて自信がない人で、うん、右って後押ししてくれ。あとこれね、うん、相当長くなっちゃう話かもしれない。なんで？だね、うん、右でも左でもどっちでもいいから、うん、それよりもクラブをちゃんと動かせてますかっていう話になっちゃう。あ、そう、突き詰めるとね。そう。それの途中の段階が右手なの左手なのどっちかチョイスしてくださいね、次のスタートしますからって感じだから。あ、そうなの。そう、だけどだよ、一個やっていい、お客様でどっちで打ってますかって聞いた、そしたらまあほぼほぼ即答で左手よ、左手って言って、でこれ男性のお客様なんだけど、じゃあこうやってヘッドをね、こうやって構えて、こうやってヘッド上げるでしょ、ヘッド上げてこうやって手の位置変えないでここにクラブを来させて、ここでこのさっきの位置、この位置に全力で戻してって言ったの、そしたらこうやって戻しちゃう、それどっちでやりました、右ですって言ったの。左で振ってるのに。そう、左でしょって、うん、いやでも右でやったんでしょって。右だよねって、クラブを戻すのは右だよねって。そうだ、そう、そう、でえってわけよ。でもう一回やりましょうか。でこうやって同じ格好して、こうやってやって、ビターンって戻してくださいって、勢いよく。したら右なのやっぱ。どっちでやりましたかって言ったら、右ですっていう。だけど打つのは左ね。そう。だからそこが一致させましょうかって。一緒にね。じゃあ右で戻したんだったら、右で打ちましょうかって言ったら。で、7番に打ってもらったら、バッシュ完成しましたって言って。え、じゃあ右だ。右です。とね、またこの話か。左でも右でもいいんだけど、でもクラブヘッドを押す動きが、自分がどういう力でボールを押したいかが分かりやすくて強く押せるのは右ではないでしょうかって思っちゃう。で俺はもう 120% 右なんだけどね、うん、右だな。え、でもその左の人もたまに本当にいるの？いると思うよ。右ですか左ですかって歩き回ったことはないから分かんないけど、でも言ってる人がいるんだから、いるんだろうね。でも正直なところ半々ぐらいいると思うんだよね。ただもう確定的な理由つけて、うまくいってる人はね、うまくいってない人で右手左手って聞いても分かんないし、左手で打ってうまくいってない人はめちゃくちゃ多いと、うまくいってる人が左手リードって言い切れてるだけ。それは基本のスイングを丸々してない人だと思うよ、俺は。基本のスイングで左手でこうやって打ったら多分当たんないと思うよ。俺のだと左手でリードしてるだけで。うん。どこで左手を使ってるかです。そうだよね。そう。でも、球を打つ時っていうのは、俺は8割、7割の人は右手で打ってると思う。ここで、こうやって左できっかけを作ってるだけで、こっからあとバンっていくのは俺はね右手だと思う。じゃないとさ、ヘッド出てこない。出てこない、出てこない。出てこない。だから出さない、こういう理論をやる、外国の方がいるでしょう。そういう人はやると思う、左手に。あ、そっか、最後まで。そう、そう、こうやってやって、で、こうやってやって、こうやってやる。確かに、確かに。あ、それはそうだ。うん。それは左手リードするけど、でもこの辺は俺右手だと思うよ。じゃないとこうなっちゃう。なっちゃう。そう、こうやって、うん。それか、もう、こうやって、パンチ気味にこうやって、こうやってやる感じ。うん。一個の意見があれば、必ず逆の意見もあるんだけど、でも、ドシンプルに基本をやりたいっていう方は、とりあえず右手で打ってみてくださいっていう感じ。それぐらい右手の押し感っていうのは、すごい大切だと
思う。レッスンしてきた経験上、うん、左ですっていう人に、うん、いや右でしょって言って右でやらせて、うん、うまくいった確率ってどのぐらい？100だよだって左手でリードしてます、うん、でレッスン来た時点で左手でうまくいってないんだから。あ、そっか。そう、うまくいってたら来ないんだ。来ないの。左手でうまくいってたらその人内ショット打ててるから。右手の人でレッスン来た人は押し感が足りないだけ、うん、あ、じゃあより使ってる。そう、うん、左手リードの人でレッスン来た人は左手リードでうまくいってない人だけ、うん、右手です本当思うから。メカニズムは知らないけど、明らかに右手リードでお客様打ちますよねっていう人が左手リードって言い張ってて、うん、で左手片手打ちしたらこうやってなっちゃって、右手片手打ちしたらこうやってうまくいったっていう人はいっぱいいるからそうだから感覚は右なんでしょってなっちゃうわけ。そう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 、押せてるんでしょってそう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 、だからうまくヘッドが出せてる証拠じゃん右手に。だとそれフルスイングでやりましょうよって。かたくなに右押ししてるわけではなくて、その方を見て言ってるだけだから。ああ、そうなんだ。そう、まあ、たまに教えるっつうもんね、左も。そう、教える。だからどっちでもいい、俺はどっちでもこうやってウェルカムしてるわけよ。だけど、いや明らかに右の使い方体もしてますよねっていう人が多いからね。なのに左手ってかたくなに言ってるって逆に俺が思っちゃう。左で、うん、右で打ってたら、うん、左で引っ張る方が強く力入ったりするのかな。いや俺はね、それはないと思う。進行方向に対してだけだと思う。したら松井秀喜の話は成立しないから。そうだね、うん、だから後ろ手だよね。押す方の後ろ側の手で押せなかったら俺はダメだと思う。押すんだから。でこれ押す違いが最近起きてて、押すってこうじゃなくてヘッドね、ヘッドでこうやって押すの。ボール、うん、そう、押す違いができてる。それ違いすぎじゃない違いすぎ。ずっとだってヘッドの話してるのにどうして手を押す話になってんの、いきなり。そうだ、グリップは出すなと俺言ってるじゃんだからグリップ押すってことが話に入ってきてほしくないわけよ。ヘッドの話。そう、ヘッドの話。ヘッドが動いてるかどうかだから。ボール押せっつってんのにさ、手を押さないじゃん、うん、そう。でも多分ゴルフの世の中の中でグリップ押せって話一回もないじゃない。誰も言ってないでしょ、うん、だからそれはおかしいじゃん。そう、だから押し違いが起こってる。そう、ヘッド、うん、そう、ヘッド。まあやんない登録でわかるからねやんないからわかる。あ、そっかいろいろ考えすぎちゃってね。俺はね、右だな。1万パーそうだって、本当ゴルフ始めてから右でしか打ってない。そうすると素朴な疑問なんだけどさ、うん、YouTube の動画見てるとさ、うん、左手リードとかしかないじゃん、うん、右手ですみたいな動画さ、あんのかな。押してないから分かんないけど。いや、あるとは思うけどね。分かんない、俺も見てないから俺もね、そんな時間ないからねそうだね。トール君は編集に追われてます、うん、私は返信に追われてますんで。そうだね。だから YouTube を見る時間がないよね。ないね。探せばあると思う。でも右手リードってあんま聞かないよ。当たり前だったらない。ああ、前言ったね、それ。ほら、左手リードっていう言葉は聞くけど、右手リードって聞かないもん。右だからねなんでかなんでかってまた言うんだけど、なんでそんな右が、あの右押しか、もう言っていいあのね、右手リードってどんな状況でも右手リードは成功するのだけど、左手リードはどんな状況でも成功しないのよ。限られた場所でしか。なるほどね。あ、だから右手リードなの。変えなくていいから、こういうとこでも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 右手リードは活躍できるんだよ。リーダー張れんだけど左手リードで場所選ぶからダメだね。そう、だからその時に左手リードで打てない場所があるから、どっちかにスイッチするのか両手にするのか振り感を変えるのか、要は変更するわけじゃない。そうだね。そうだ、手続きがめんどくさいのよ手続きが変更手続きをしなきゃいけないから、うん、それを踏まない、手続きを踏まないといけない、ね、そう、そう。右はどんな状況でも大丈夫だから。だって進行方向に押すだけなんだから。車でも左ハンドルは左ハンドルって言うけど、右ハンドルとも言うけど、ああ、右ハンドルばっかだから、そう、気にしないもんね。そう。だってさ、友達が乗ってきた車にさ、え、右ハンドルなんだって言わないじゃん。ない。言わないでしょ。左は言うでしょ。そう。俺はそれぐらいのレベルだと俺は思うよ。右だと思うな。右打ちならね。で、右打ちで右利きだったらなおね。俺右利きだけど、うん、この前左で打ったじゃん、
っぱ左手だったもん。そうでしょ、うん、そうだよね。じゃないとインパクト負けするじゃん。そう、やっぱ上の手が押されるじゃん。そう、攻撃に。そうで、このまま行くじゃん。じゃあね、やっぱここでさ、押し返さないといけないじゃん、そうそう、当たり負けを。そうだから、利き手だろうが何だろうが、とにかく後ろ手だよね。そう、うん、これ多分他の球技もそうだと思うんだよな。そりゃそうだよ、打つ場合は、うん、ねえ、やっぱ後ろ手でこうやってやっぱ最後こうちょっと、ね、そう、だから大谷翔平さん、そうでしょ、だって右利きなのにさ、左手で押し込んでるわけじゃん。そうでしょ、であんだけ飛ぶんじゃん。そうじゃなかったらあれほんと成立しないしね。ああ、だから後ろでの方がいいですよって何回も言うけど、そこで基本が打てましたって言って、少なからず競技に出る方がその一つの球筋じゃ戦えないって言って左手リードを取り組んだり、いろいろな理論を入れて左手リードになるっていうのは大いにあるし、俺は全然それは何とも思わない。やってもらった方がいいし、上を目指すんだったらね。基本ができてないのにやって失敗するっていうのが俺はハテナなだけ、はいはい、うん、本当に。だから基本で60台を出すんだったら右手、ダイモンさんでも数字で出させてもらったけども、行くんだから距離変わんないんだから。で結局それで何が言いたいかっていうと、手打ちの話になっちゃったんだけど、まあ手打ちイコール右手だからね。あ、俺フルスイングと手打ちと距離が変わんなかったでしょ、うん、1ヤードしか、うん、まあほぼ変わってないに等しいじゃない、うん、でフルスイングと手打ちが変わんないってことは下に頼ってないってことだね。はいはいはい、ね、はいはい、そうね、そうだよね。そう、上の力、要は手打ちでしっかり飛距離を 90% 以上出せてるから、うん、上の負担を減らすために下半身つけてた程度だったら距離は変わんないってことなの。そうだ、それぐらい上を相当頑張ってんだけど、みんな押せてないから。だってここ前もやったけどさ、小指一本とかでさ、こうやって押してくださいねっつってさ、で俺寝ちゃうんだから、そんぐらい待ってんだから。でも押してるっつってんだから、それ、いやいいですよ、準備してますよ、もう寝ちゃいますからっつって、でもその時もうすでに押してるんだから、押してる、うん、分かんなかったよっつって押してんの。それぐらい弱いの、押しが。キャップイズってそれ左手でやってんだったら、左手で押せてるのかって言ったら、押せてなきゃおかしいじゃん。だったら左手でも両方押せてないんだから。だって俺はどっちの手でもいいですよ、両手でもいいですよ、とにかくヘッドを押してくれって言ってなのに、こうやって押せないんだから。そう、10対1なんだから。それでも押せないんだよ。グリップとヘッド逆にして俺押したらシャフトこんなになるんだから。それぐらい押してますよって。で押したらドンってなると思ってる人もいるの。そう、押したら押したほどさらっていくから。そう、それなんでかっていうと、手元が、手元を押すから、はいはいはい、あ、手元を押す理論なんかないでしょ。そう、ヘッドでドンっていったらドンってなんないでしょ。シュパってなるでしょ今も。そう、手元でいくよ、こうやってなる。それを言ってんだ。そう、ヘッドみんな置いてけぼりにするんだから、こうやって、で手元こうやっていくんだから。でこっから視点にしてインパクト迎えるよ。はい、いけない。それダフるでしょ。そう、それでヘッド走らせようとしたらダフるって言ってんだから、俺怒られるんだから。違うでしょって、ヘッドでこうやってこうやっていかなかったらダフるでしょって。そうだよね。そう、毎週怒られてんだから俺。毎週怒られてる。そう、ドンってなって手が痛いって言うんだから。手こうやってったらそれ痛いよ、だって行くのヘッドなんだもん。そうだよね。そう、ヘッドの話なんだよね全部ね。そう、気づいたら手元行ってんだから、こうやって手の話してないって一回もね、うん、そう、視点になってなきゃダメよって言ってね、こうやって。そうで、ヘッド動いてなきゃダメよって言って、ヘッド動いてないからドンってなる。こっから右手でヘッドをこうやって動かせばいい。そう、これができない。今のあるでしょ、うん、今の素振り、あれができないんだから。あ、そう、こうやってフォッて音鳴るでしょ。こうやって、これができないんだから、こうやってやるから。あ、そう、ヘッドよりグリップ動いてる。そう、視点は視点にしなきゃいけないじゃん。そう、こうやって、そう、こうなってる。そう、ヘッド全然走ってない、だから押せてないって。押せなきゃいけないし、右手で打たなきゃいけない。もう何もかも忘れてそれ一回やってみてほしい。結果は絶対変わるから。もうね、今日レッスン来た方が6番7番や苦手な方だ、インパクトはもう無視してくださいっつった。
フォローのここだけして意識してくださいです。ここをここでビタッて止まる。こうじゃなくてここでこうやって止まる。もう本気でナイスショットだから。嘘。でもここでクラブがこうなるってことはヘッドが走ってないとここに来ないですよねって。あ、そうなんだ。そう、こうやってなるから。そうだから、この形、この形、そうになるようにここでピタンってこうやって止めてくださいって言ったの。6番アイアン7番アイアン苦手なんだよ。全然当たんなくてダフってたっていうの。めっちゃいい音鳴ってるから、シュパーンってビューンっていくから。インパクト気にしてないの。そう、フィニッシュしか気にしてないの。そう、ヘッドを走らせるためにここにしただけ。なすっごい喜んでた。で、ボールの位置ちょっと遠くしたから言ってないんだから大体何も。そうで、なんで遠くにするか、これいい、ごめんね長くなっちゃうけど話していい。なんで遠くにするかっていうと、今までヘッドが走ってないんだから近くでよかったの、うんうんうん、右手でヘッドをバンって走らそうとしたらクラブって遠くになる。そうだから、遠い方が余計当たりますよって言ってる。そう、遠くへ行くんだ。そうだから近い人は右手使えてないと思った方がいい。あ、引いちゃうんだ。そう、引いてるから。だって右手使ってさ、クラブをさバンってこうやって走らせようとしたら絶対遠くになるから。あ、うん、だから拳2個なの、アイアン全部つながるから。ワンラップゴルフはそうだ、ね、あ、1個のスイングしか出来上がんないから、うん、本当にこれが言いたかった、はい、この右手、うん、いや本当にポルク、いつもいい質問本当にありがとうございます。とんでもございません。もうポルク選手誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。あれやってやります。プレゼントいただいて。そうなんです、そうなんです。やらせてもらえた。そう、今回またいい質問をいただきまして、本当は左手じゃねえかみたいなことまた登録に言われまして、やっぱり右手でした。これは自信満々に言わせていただきます。今回ですね、気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。この度ワンナップゴルフのオンラインサロン始めました。セクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますので、ぜひ興味ある方は入会していただいてですね、知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただけたらと思いますので、ぜひご入会よろしくお願いします。